バカだな、ナオトは。友情ってのはそう簡単に変わんねえんだよ。いいから俺についてこい。いらっしゃいませ。ご指名は？ペロロロロロペペロロペロ。え、大丈夫ですか？仙道さんと待ち合わせしているんですが。あ、君が？うちの社長と？おい、なんかみすぼらしいのが来てっけど、社長ってアポある？なんだもう、早く行ってくださいよ、花垣さん。社長のご親友ならすぐにでもお通ししたのに。 VIP2 名様ご案内。絶対バカにしてるよな。そんなことないですよ。暗、なんか重いな。銃はダメだよ。やばいやばい。なにこの展開。銃はダメ。他にどんなメニューがあるんですか。やばいやばい、逆にやばい。マジやべ。はーい、30分延長で。なんか飲む？あれ？ 2 hours later。 なんだ？何が起きてるんだ？ヒナには絶対バレないようにしないと。何を？おい、エマ。はい。この子、タケミッチの嫁だからしっかり守っとけ。了解。お、はあ、よっ、イクジナシ君。イクジナシ君って何？何お前、エマと知り合いなの？違うんだ、ヒナ。エマの下着姿見たくせに逃げたんだよ。へえ、そんなことがあったんですね。あったのかな。本当に記憶がないんだよ。やれ、ヒナさん。そんなことで諦める俺ではないのだよ。プラン B、 尾行だ。なんだよこれ。喧嘩か。もう一生許さねえ。内部抗争の発端。旗が立ってねえじゃん。俺はお子様セットの旗にテンションが上がるの。すみません、すぐお持ちいたし。ほらマイキー、あただぞ。2 hours later。 もうやってらんねえ。なんだ、今度こそ喧嘩。やばいやばい、逆にやばい。マジやべ。寝てる。食ったらすぐ寝んの、いい加減直せよ。あ、マイキー君たちはみんな無事？ドラケンから電話があって、駆けつけたら君がいた。ドラケン君は？マイキーと喧嘩始めちゃって。え？それってぶっ倒れてる場合じゃなかった。エマちゃん、泣かないで。ドラケン平気だよね、
もう何が何だか分からなくて。竹道くん、大丈夫？何って、違うよ、ヒナ、これは。なんだこれ、めっちゃ細けえじゃん、このパズル。これこっちに移動できんじゃね。あー、触んなよ。それ完成させんの3日かかったんだぞ。え、暇だったんだな。マイキー君は、あの野郎ふざけやがって。ああ、ごめん。俺の3日間の全てが。だから謝ってんじゃねえかよ。はい、平気っす。たかが3日間寝る間も惜しんで完成させただけなんで。 Two hours later。 あ？てめえなんでここいんだよ。あ、てめえこそなんでここにいんだ。ファイナルラウンド、ファイト。あ、タケミッチは俺のダチだし、お前関係ねえじゃん。な、タケミッチ。あ、何言ってんの。俺のダチだよな、タケミッチ。どけよ、デクノボ。通れねえよ。あ、お前がどけよ、チビ。ちょっと待ってください。つまり、分かってくれた。おい、マイキー君、それは俺の愛車のハヤテ号。俺の思い出が。正気か。あ、ドラケン君、それは小4の時初めてホームラン打ったゴールデンバット。やんならとことんだ。やばい、マジやべ。マイキー君、それは親父と初めて祭りに行った時のドラケン君、それ必死で腰が痛めて買ったスケボー。いい加減にしろや。